いらっしゃいませ、テクノスイスです。今回も工房内の工具を山田会長に紹介していただきます。お楽しみください。それでは会長、こちらの機械工具を紹介していただきたいんですけれども、まず最初にこちらはどういった機械ですか？これは時計の内部の部品、これを分解した後で洗浄する機械です。洗浄、はい、いわゆるあの分解掃除、オーバーホールの時に使う機械ですね、はい、なるほど。この中に一個一個部品を分解してこれに入れるわけです。入れた後出ないように蓋をして、そう、高速で回転しますのでちゃんと閉めてつけて、はい、それで洗浄するわけです。なるほど、はい、これ特殊な洗浄液使ってます。2種類使ってます、うん、これは水で洗うとかではなくて、そういうことじゃなくて、はい、専用のもので、専用のものです。これは、機械の中身、中身ですだけって言ってましたけど、中身だけです。ケースは別個に洗います。私はずっとケースも一緒に洗ってると思ってましたそうですか、うん、全く違います。これはだいたい終わるのには何分ぐらいかかるんですか？そうですね、スタートしてから乾燥まで入ってますから、乾燥までで25分ぐらい、かかってますね。乾燥までしてくれるんですね。そうです。こう分解掃除自体はもっとこう長く、いやー大変ですよね。やっぱり注油して組み立てて、うん、でそこまでで終わらなくて調整っていうのが入ってきますので、はい、とてもとても時間がかかります。なるほど、ありがとうございます。それでは続いてこちらですね。こちらの機械はどういった機械ですか？電池時計のテスターですね。なるほど。テクノスイスはこうゼンマイ式というか機械式のイメージがかなりあったんですけれども、コーツでも電池時計も持ってくるお客様がいらっしゃるので、どうしてもこういうテスターが必要ですね。なるほど。今数値出ていますけれども、どういったことがわかるんですか？まず電池の電圧を測って、今入っている電池の電圧があるかどうか、電池切れかどうか、そういうことですね。それでは電池残量が残っているのに時計が止まってしまうということは、何かこう別の理由を探す必要があるということですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。では最後に奥のものですね。あれはどういう機械ですか？これは紫外線で、のりを固める機械。紫外線で、はい、マニキュアとかそういうのを固めるときに使うのがありますけども、うん、まああれと同じですよね。いわゆるジェルネイルとかこうレジンとか、そういうことです。なるほど、はい、でどういうところで使うかというと、ガラスの糊付けに使います。うん、これで固めた方が、そうですね、強度が増しますね。なるほど、はい、普通の糊ではいけないところがこれで固く取り付けることが可能です。なるほど、ありがとうございます、はい。